はいどうも、ワゴナー君解体に出してきました。はい、で今回はまあせっかくっていう言い方もあれなんですけど、車の解体にまつわる話をねちょっとしていこうかなっていうふうに思います。手続きとかね、まあそういったことに関してちょっとやっていこうかなというふうに思います。まず車、まあ、手放します、解体にしますとかっていうのいろいろあると思うんですけど、抹消登録というのが必要になります。まあこれはどういうことかっていうと、今まで乗ってきた公道を走ってきた車、これはもう、公道では走りませんと、走れませんとかね、まあいろいろ理由はあると思うんですけども、そういうのがあります。でこの解体、まあ、解体に出す云々が置いといて、この抹消登録っていうのは2パターンあります。一つは一時抹消、もう一つは二次抹消。これどういうふうに違うかと言いますと、まず一時抹消っていうのは、とりあえず車を使わなくなります。使わないです。ナンバーを納めます、返します、車検証も、まあ車検証を返すって言い方はおかしいんだけど、まあ俗に言う権切れ状態にすることですね。まあ厳密に違うんですよ、厳密には違うんだけど分かりやすくするために、要はこっちの方は例えば、車をね何かしらの事情で使えなくなっちゃった、使わなくなっちゃったっていう状態で、車そのものは残しておくとかっていうことを使う、そういう時にはこの一時抹消っていうことを使います、します。要は例えば、まあ車手放すことに、手放すのは惜しいから、とりあえず一回ナンバー切って保管しておきますみたいなね、そんな時に使うのはこっちの一時抹消です。で二次抹消っていうのは、これはもうこの車は日本ではもう使いません、まあ、例えば、まあ、今回は日本国内の話なんですけど、日本ではもう使いません。もう例えば車をそれこそ解体します、もしくは輸出、まあ、こんなことで使うのが二次抹消ですね。まあ多分ね、普通の人がまあ行うとするとこっちの方が多いかなっていうふうに思うんですけど、これすると何が起こるかというと、まず年度末、3月31日の時点でこの車ナンバーがついていると自動車税が発生します。あとはまあ車検もね受けないと、公道で乗ることができなかったりとかするんですけども、まずはまあその使わない車にね、自動車税を払うのはもったいないよ。まあ、この自動車税の支払いをしなくてもよくなります。まあだって公道を乗るわけじゃないんですから、公道を走らなくするわけですから、じゃあ公道を走らない車に自動車税払うのもったいないよねっていうことはあります。でこの一時抹消をした場合何があるかっていうと、例えば車検を受けて、まあ例えば車検残が1ヶ月以上ある場合は、自賠責保険、まあ俗に言う強制保険ですね、これの、還付請求ができるようになります。この一時抹消をするとね。あとは普通車の場合、軽自動車の場合は年単位での支払いになるんですけど、普通乗用車、まあ俗に、まあ簡単に言うと白ナンバーですね、普通乗用車の場合は、自動車税の、残りの金額、まあ例えば、まあ、自分の場合だと12月に解体するわけですけども、12月に一時抹消を行うと12月から3月までの、自動車税が還付請求することができます。普通車のみです。軽自動車の場合は月額で の請求とか返金とかっていうことはないので、普通車のみですっていうようなことがあります。でじゃあ次こっち二次抹消、これはどういうことかっていうと、まあ、先ほども言いました日本国内ではもう使いませんよっていうのがまず前提にあるわけですよね。だからもうこの車はもう日本で走ることはない、もう二度と走ることができないっていうふうになります。だから例えば、できるのかな、実際今できるかどうかわからないですけど、書類のね、その抹消登録の書類のところに、どっちですかみたいなことを書いてあったりとかするんですけど、間違えて二次抹消っていう風にしちゃって、一次抹消のつもりで二次抹消の方をねチェックしちゃうと、この車はもう二度と日本では使えないっていう風になるので、まあ書類を書くときには注意が必要なんですけど、今は自動車リサイクル法の影響、関係があって、この解体した場合、
解体した場合、解体屋さんがですね、解体証明っていうのを出します。この車は、自動車リサイクル法に基づいてしっかりと、解体しましたよっていうのを解体屋さんが出します。まあ、ちゃんとした自動車リサイクル法に基づいて解体処分をしている解体屋さんだったら解体証明っていうのを出すことができるんですけど、この解体証明っていうのをつけて二次抹消をすると車検の時に、重量税っていうのを支払いますよね。重量税をこれを月割りで還付を受けることができます。まあ、もちろんこれも、車検残が1ヶ月以上残ってないと意味がないんですけど、1ヶ月未満でやっても結局あの月割り計算なので、自動車税これの還付は受けられません。でこれを付けた上で、解体証明付けた上で二次抹消の申請をすると重量税の還付が受けられるよというようなことになったりとかしています。今回ワゴナー君は、まあ、解体することになりますんで、このまま解体屋さんに出して、でこの解体証明を出してもらってっていうような感じになってきたりとかしますけども、まあ一次抹消と二次抹消っていうのはこんな感じで違いがありますよという感じですね。でそれぞれ、まあ車を手放したりした時にしなきゃいけないこと、しておいた方がいいこと、まず例えば一次抹消の場合ですね、任意保険、自動車保険ですね、自動車保険の中断っていうことができるようになります。まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、車はもう一時抹消しちゃって車乗ることができないわけですね。乗ることができない、まあもう一回車検を受ければ乗れるんですけど、そういうふうになった場合自動車保険払う必要はなくなるわけですよね。でこの一時抹消のこの書類を添付して、保険会社の方にね、連絡すると自動車保険の中断証明っていうのが発行されます。これはもう1回しか発行されません。もう再発行することはできないんですけど、この中断証明っていうのを使うとどういうことができるかっていうと、自動車保険っていうのは、まあ、例えば無事故でずっと進んでてね、保険を使わずに行くと等級っていうのが上がっていきます。でその等級の引き継ぎができるようになります。等級の引き継ぎっていうのをしておくと、例えばこのまま、まあ、普通に自動車保険を解約しました、もう一回入りますっていうふうになると、一番最初の等級、何等級だっけ、6等級だっけ、5等級だっけ、ちょっとごめんなさい、そこまで覚えてないんだけど、一番最初から支払うことになるんですよね。でそれでまた、自動車保険のね、まあ、等級が上がっていくのを毎年毎年無事故は保険を使わないようにずっとやっていけば、まあ、等級は上がっていくんですけども、この等級の引き継ぎっていうことができるようになります。だからもし例えば一時抹消してとりあえずしばらく車乗ることがないよとかそういうことがあるんだったら、この中断証明っていうのは発行しておいてもらった方が後々得です。で、例えば次また新しく車を買いましただとか、一時抹消した車をもう一回乗りますよと、そういうことをするときにこの中断証明と一緒に自動車保険契約すると等級を引き継いで、することが乗ることができるようになります。でこの一時抹消した車をもう一回乗れるようにしたいなっていうときにはもう一回改めて車検を取る必要があります。まあ、車検を取る必要があるというか、まあ普通車の場合だったら車庫証明とかそういったことが必要になったりするんですけども、それが、中古新規って言われる、車検ですね。まあ、要はナンバーつ、外して眠ってた車、まあ、人間で言うんだったら、まあ、コールドスリープ、まあ、実際今コールドスリープの技術はないはずなんだけど、まあ、コールドスリープから目覚めるときどういうふうに思ってもらえればいいです。この時に改めて、この車はまた行動で使えるようにしますっていうことをするのが中古新規車検ですね。まあ、一通りまた車検整備したりだとか、あとは乗れるようにするために、陸運事務局に持ってたりとか、そういうことをすればこの一時抹消状態、一時抹消をしたやつも中古新規であれすればまた行動復帰ができるようになります。ただ二次抹消をした車の場合、二次抹消をした場合中古新規受けることができません。もし間違えてやるんだったら、やっちゃったとかっていうんだったら、一回輸出して再輸入して、で
とかっていうことが必要になるかなというふうに思います。だからあんまりまあ現実的ではないかなというふうに思うんですけど、まあ一次抹消二次抹消っていうのはこんな感じの違いがあるし、まあ今回のワゴナー君の場合だとこの解体抹消ですね、二次抹消をすることになりますんで、まあ二度と行動を走ることができないという感じになっちゃいますね。ちなみに、まあ、先ほど話していた、還付請求ですね、まあ、要は自賠責保険だとか、重量税とか自動車税だとかその辺のものを還付請求する場合には必ず請求手続きが必要になります。まあこれはね、それぞれのね、保険会社、自賠責保険の方も保険会社のね証書がちゃんと書いてありますんで、そこの保険会社に電話して、で電話とかまあ書類とかも必要になるんですけど、そういったことが必要になりますし、重量税の還付請求とかも陸運事務局で自分でやれないことはないですけど、まあ車屋さんに頼んだ方がまあなんだかんだで確実にやってもらえるんじゃないかなっていうふうに思いますが、まあこれからね車をね、まあ、手放すだとか、解体に出すとかそういうことを考えてる人はこういった感じで、書類のね抹消の手続きとかっていうのもこういった感じでいろいろあるよっていうことですね。まあ、簡単に言うと二次抹消は人間でいう死亡届でみたいなものだと思ってもらえればいいです。で一次抹消はまあ人間で例えるとっていうのはちょっと難しいんですけど、まあコールドスリープに入るっていうふうに思ってもらえればまあ比較的区別とはしてはしやすいかななんてことを思います。というわけでですね、今回はまあちょっとこのね、ワゴナー君を解体に出しましたので、ちょっとしたねこの抹消手続きに関してねちょっと話をさせてもらいました。またなんかね車の手続きに関することでこれってどういう手続きとかっていうのがあれば自分が分かる範囲でっていう感じになりますけれども、またちょっとね、お話しさせてもらおうかなというふうに思います。ご視聴いただきありがとうございました。